文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律は文化観光拠点施設への国内外からの観光客の来訪を推進し豊かな国民生活の実現と国民経済の発展に寄与することを目的とする日本の法律である。略称は文化観光推進法。法令番号は令和2年法律第18号。 2020年4月17日に交付された。文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令によって2020年5月1日に施行された。この施行に合わせて文化財保護法の一部が改正された。法第4条第2項各号に掲げる事項を記して主務大臣に届け出をし、 当該拠点計画が認定されれば、道路運送法その他の法律の特例的な適用を受けることができる。また、当該拠点計画に進捗があまり見られないときは、主務大臣は認定を抹消することができる。市町村、または都道府県単位の範囲で、文化観光の総合的かつ一体的な推進を行うときは、法第12条。 第二項覚号に掲げる事項を記して、主務大臣に届け出をすることができ、当該地域計画が認定されれば、上記の拠点計画認定時の特例に加え、文化財保護法の特例として、当該地域計画の範囲内において、文化財としての価値があると認めるものが存在する、時は、それを文化財として登録することを主務大臣に対し、提案することができる。 また、当該拠点計画に進捗があまり見られないときは、主務大臣は認定を抹消することができる。2020年8月に同法に基づく観光振興を図る文化施設10件を初認定した。2020年11月認定、第2次より対象施設を具体的に明示することになった。2021年5月認定、ありがとうございます。